飯田リンゴンとは、市民参加型の夏祭りで、長野県飯田市で1982年から例年8月、初旬、飯田、人形劇フェスタ期間中の土曜日に開催されてきた。祭りの名前はリンゴに由来し、飯田市のシンボルでもあるリンゴ並木や中心市街地で、催されてきた。飯田、人形劇フェスタと閉催であるものの、厳密には主催者が異なり、 2021年時点のリンゴン事務局はリンゴ並木の町飯田祭り協議会が務める。また、飯田人形劇フェスタはその前身の人形劇カーニバル飯田として1979年に始まったのに対し、飯田リンゴンはそれより3年、遅い1982年に始まった。2009年にはカーボンオフセット制度を導入し、2010年も参加者一人、 あたり一円を徴収した。2020年は新型コロナウイルス感染症の世界的大流行のため中止された。2021年は会場を市街地のリンゴ並木に移して無観客公演による第40回飯田リンゴンからお家でリンゴン見て踊っちゃおうとして規模を縮小して行う予定を立て、2021年4月時点は中止になった場合に備えて、 別会場でのオンライン配信などの代替事業を検討していた。ところが、デルタ株などコロナ感染者の増加を理由に安全な開催確保ができないため、直前の2021年8月5日に市長名で完全中止を発表した。言い出しの中心にあるリンゴ並木など市街地で道路規制を行って会場としてきた。レンを名乗る地元団体がリンゴンを踊り歩き、 2021年時点は、小中学校、高等学校や一般有志のほか飯田信用金庫、82、銀行や郵便局などの金融機関、手話サークルや飯田地区労働者福祉協議会、また、長野県職員や市の職員協催会などが参加申請している。昼間は、フレアイアップルタウンとして、商営会による出展やゲームの他に、 リーダー女子高等学校他器学合奏クラブ、地域の和太鼓の団体や、インディーズバンドの演奏や、ダンスグループ演技のほか、ストリートボールなど事務局が様々な企画を調整する。また、演技や演奏の合間を縫って、人形劇フェスタの公演扱いとして、大道芸などを披露し、その出演者の大半は、ヘブンアーティストの資格を得ている。夕方から夜は掛け声に合わせて、学校、 自治体、地元企業やサークル、フィールドスタディに集まった複数大学出身の学生など、有志が村地を作って市内の路上を踊り歩く。当日の飛び入り参加も可能だが、基本的には事前申し込みをしておけば、どんな団体でも連として加われる。また部門ごとにリンゴン大賞も選ばれる。歩行者天国の道に沿って多くの出店が並び、花火も打ち上げられる。 リンゴンは曲も振り付けも市民が作り上げた踊りであり、基本的なリンゴンの踊りは三つの舞で構成される地域の特色を表した手作りの踊りである。獅子島この地方に数多く伝わる獅子舞の頭を掲げるように舞う。暴れ天竜天竜側の波をイメージした舞。夜空の花火から打ち上げ花火を表現していた舞。以上をリンゴン、リンゴン。 ほい、お稲なの掛け声に合わせて、繰り返し踊る。本文の出典五十音順発行と市順。ありがとうございます。